岐阜県飛騨地方を震源とする地震が現在多発しております。最大震度3の地震が先ほど発生しました。今日17時頃から同じ場所で続いておりまして、この後も油断できない状況となりそうです。今日の17時頃から岐阜県飛騨地方では地震が頻発しておりますね。そうですね、17時18分頃にマグニチュード 5.0、最大震度4というのがあったんですけれども、その後も少し、ね、小さめなんですが地震、体に感じる地震が相次いでおります、はい、で今また19時4分ごろ、最大震度3、マグニチュード 4.6 と保有地震が起きたんですけれども、この辺り一旦大きめの地震が起きるとですね、その後立て続けに、群発化するような特徴がありまして、直近では去年の4月ですね、やはりマグニチュード5クラスの地震が相次いで起きたといった事例があります、はい、また1998年の8月にも群発地震があったんですけれども、その時は最初地震があった後6日後に最大の地震が起きたというような事例もありまして、今の感じの起き方をするとまだね、群発化するかどうかというのは正直わからないんですけれども、はい、この後何回かにわたって、大きめの地震が起きる可能性はあるかと思いますね。ただ過去の事例を見る限りですとマグニチュード6以上、はい、例えばマグニチュード6以上の地震が、深さ10キロとか、今あったごく浅いようなところで起きると、地上付近のこの最大震度5強とか6弱とかになるんですけれども、マグニチュード6クラス以上は今のところ過去には、起きた事例がないので、極端な大きなものはなさそうなんですけれども、ただ一方でね、この大きめの地震が相次ぐ可能性はちょっと出てきているかなというふうに見られますね。わかりました。ではまだ油断ができない状況が続きそうですね。そうなりますね。皆様も身の安全を確保し安全にお過ごしください。